始めていきます。えっとですね、これ最終回なんですけども、えっと、最小費用流問題の費用スケーリング法で話をしていきたいんですが、あの前回ですね、容量スケーリング法の話をして、でなんか途中怪しいところがあってですね、ちょっとあ怪しいところを見直していたら、まあ、端的に言えば間違っていたと。で、まあ、端的すぎてあ端端、端的すぎてじゃなくて、えっと、端的にまず申し上げるんですけども、ま、まあ、その前にですね、 えっと、まあ、今日最終回で来週はありませんよということになります。で、あの、レポートの問題なんですけども、まあ、明日か明後日ぐらいに公開できるように準備をしようと思ってまして、まあ、2週間ぐらいで出していただければというふうに思っています。で、あの、先週、あの、レポート1の方は先週中に見ようと思ったんですけども、そのなんか修正にですね、手間取って、修正っていうのはその、あの、間違っているところに直すのにですね、すごく手間取ってで、えっと、時間がかかって結局見れなかったという形で、まあ、あの、 できるだけ早く見ようとは思うんですけども、あんまりこうきあの期限を切ってですね、いつまでにとかっていうと、多分あのんそれで見れないことが続くので、まあ、あのお待ちくださいという形であの、淡々とやっていくという形にしたいと思います。で、あの今日この費用スケーリング法の,するんですけどの話をするんですけども、ちょっと用用スケーリング法についてちょっと間違っていた部分があるんですが、まあ、それはですねあの、えーともうあの、修正できないほど間違っていて、だから、あの 前回の授業の動画はですね、あの半分取り直して、新しいものにして、して公開してるんですけども、まあ、なんか授業の計画としては、なんかそれを今日やってもよかったんですそのやり直す部分を今日の内容としてもよかったとは思うんですけども、ちょっとそうせずにもう動画にただしてるという形にしてるので、ちょっとそちらをご覧いただくという形になるんですけども、ます、あ、ます、あ、それ皆さん、 地震でやっていいただくととうことになりますで、まあ、ちょっとあの一応どこら辺が間違っていたのかということを言うとです、ね、先週何言ってたかというとなんかよ、よく分からないあですあの覚えてないかもしれませんけども、なんかそのスケーリングをして、前の段階で得られたものをです、ね、2倍して次の段階に持っていくということをしたんですけども、でそのにそに、蓄地最短路法の不、ね、遍条件である、この簡略費用最適性条件を常に満たしているという話をしたんですけども、これがです、ね、成り立たない。 こととがかかったというか、えっとまあ、成り立たないんです。で、成り立つと思ってたんですけども、いろいろと例を作っていたら、成り立たない場合があって、あ、困ったなということになってる。で、困ったっていうのは、いろいろ困ったんですけども、まあ、成り立たないんだから、もう直しようがない。<laughs> ので、ですけども、これを成り立たせるトリックが一つあって、何かっていうと、なんか、この,その、あれなんですよね、だからこの,このなんか2倍にしたときに、この、 補助ネットが,が変わるんですけども、容量も変わるんですねで。容量の変わり方が2倍じゃないからいかんのですね。<laughs> 何を言ってるかわかんないかもしれませんけども、まあいいや。えっ、ー、とだからあの、容量をスケーリングしてるので、容量もなんかその2の何とか上で割って、小数的か切り捨てるってことをしてるんですけども、その切り捨ての部分がですね、うまく働いて、この簡約費用最適性条件がないてい,かない場合が出てきてしまうってことがあって、で、これがまずかったんですね。で、 まあここに書いたそうしてある葬式は成り立たないんですけども、実はこれ成り立たせるトリックがあって何かっていうと、容量を無限大にしてしまうっていうトリックがあって、で、こう書いてある教科書と書いてない教科書があって、まあ、これは今言い訳をしてるんですけども、えっと、だからまあ、いろんな考えをしてですね、これを使わなくてもいいと思っていたら、まあ、間違えたということなんですね。で、容量は無限大だったらこれの成り立つんですね。その逆向きの のも順向きの個もですねある場合ない場合っていうのがそのこの F の方二を2倍するってことをするんですけどもえっと容を無限大にすると容量をスケーリングしても無限大のままなんですよスケーリングせんの容量スケーリングほどは何事だかって思われるかもしれませんがまあそれを置いといてってことになってあのうまくまあここの等式に成り立つって形になりますでそうするとまあ前回間違っていた部分の半分は修正可能です <laughs> で、これ半分だけなんですね。で、もう一個あったのは何かっていうと、これはですね、全然気づかなかったんですけども、この、あの需要と供給もこの、あの、スケールするんですね。で、そうすると、あの、本来、最小費用流問題では、需要と供給は一致してる必要があるんですよ。だけども、スケールした後に一致する必要がないってことに気づいてなくって、で、これが大問題で <laughs>、で、 これは大問題で、でそうすると、その前回のその,あの計算量の評価の半分ぐらいの話は成り立たなくなる。だから、そのスケーリングした後となんかその BI っていう形で、ここら辺のその需要とか供給、供給とか需要のことを書いてたんですけども、それだけが全部流せるとは限らないことになってしまいます。ただ、えっ、ー、と、容量を無限大にすると、この需要の、あと供給の総量と需要の総量のどちらか小さい方だけは必ず流せるってことが言えます。ので、 それを評価するって形に、えっと、取り直した動画では変えてます。で、そうすると正しくなるはず、ということになっていて、あの、毎回はずなんですけども、で、まあ、見ていただいて、正しいと思えば、それでよろしいってことなんですけども、これでも間違ってる可能性ありまして、まあ、私、あの、常に間違ったことを言ってるので、まあ、自慢するわけではないですけども、えっと、まあ、間違ったことを言う可能性はあるので、まあ、そういう形で、えっと、ちょ一応、私が正しいと思っているものを動画として上げ直しているという形になります。で、問題はですね、それで、まあ、要領を無限大にしたんですけども、 実はですね、ちょっとこれ前で、このあ新しい動画の方にはその話があって、何なのかというと、ちょっと一応これは書いてあって、何かというとですね、どんな最小非用流問題の入力を持ってきても、それをですね容量が無限大の場合に変換できるっていう話があります。で、それをするんですね。だから今、この左上のようななんか問題が与えられた、問題とかその入力が与えられたときに、なんか右のようにするっていう方法は動画で紹介してるんですけども、なんか容量が この容量は必ず無限大、すべてのこの量が,量が無限大になるような入力に変換できますってことがあります。で、まあ、その方法はちょっと動画で書いてあるので、見ていただくことにして、まあ、簡単に言うと、これ、あの、2種類の頂点があって、左側はですね、元々の、えっと、入力の個に対応する頂点になっています。例えばな、これ V0、V1 書いてあるの,の V0 から V1 に向かっている個に対応するのが頂点がある。で、右側には元の入力の頂点がそのままなんか出てきているという形で、 なんか入力を作ります。で、なんかうまいことやると変換できるってことがまあ書かれてまして、書かれてるというか、動画で言ってるので、ちょっとそれは見ていただくと。で、そうすると、あのこの左側の方で解くことと右側の方で解くことが同値になる、まあ、何をもって同値というのかってことも一応説明しているつもりではいるんですけども、まあ、そういうことになりまして、だからまあこの容量無限大の場合の入力で解けばよろしいという話になって、まあ、それをやるということになります。ので、まあ、そういうことをやって、前回のような 容量スケーリング法を行うと、まあ、いろいろ無限大なようにスケーリングとは何事だということは、ちょっとそれ動画を見ていただいて思うことにしてるするんですけども、まあ、それでやるとうまくいくはずで、それで弱多公式の計算量が得られるはずということになってまして、それはちょっと前回の訂正になるので、ちょっと訂正の部分は、まあ、あの動画を見ていただくんですけども、まあ、ちょっとそういう形で前回いろいろと間違っていたところがあったので、それはまず間違ってますよ、ましたよ、言うことは宣言する。でえっと 間違っていたという内容、動画とかですね、スライドはですね、えー、と処分されましたので、えー、ともうあのアクセスできない。私は持ってるんだけど、まあ、それは皆さんはアクセスできない。でも、保存していたら皆さんはスライドは見れるかもしれませんけども、けどもそれを見ると、どこが間違っているかということは皆さん再現できるかもしれないので、それでまあもしかしたら理解が進むかもしれないと。 ということになります。で、それはまあ申し訳なかったので、言い訳は言い訳で言っておいて、えっ、ー、と、間違えましたと。いうことで申し訳ありませんでしたということです。で、まあ、正しいともわしき内容はもう一度、スライドや動画を見ていただければ勉強できるようにというふうに思ってますので、そちらをご覧くださいということになります。まあ、一応、明日か明後日、レポートの問題が出る。 ことになるんですけども、このま容量スケーリング法については問わないことにしますので、まあ、それはご安心くださいということになっております。はい。ではですね、これ、費用スケーリング法の話をしていきます。で、前回何だったかというと、こう最後にですね、これ、出走追放の話をしました。これはネガワックはあってお言ってほしいんですけども、<laughs> えっと、これすら間違ってると、もう前回の90分は全て間違ってたことになるんですが、まあ、これはた分正しいと。で、これがですね、えっと、今日まず初めに、えっと、まあ、まず復習としてどういうアイゴリズムだったかということをやります。 でこれがですね、まずそのギター公式時間のアルゴリズムになるんだということを言います。で、そのギター公式時間のアルゴリズムのその部分が、えっと、費用に関わってきます。ので、その費用をスケーリングしましょうという話を最後にするんですけども、まあ、この費用スケーリング法の話は割と簡単に済ませるつもりで、まあ、気分だけをお伝えするという形で終わることになると思います。ので、まあ、それをやって、今日はおしまいというか、講義全体、きょの話でおしまいになるということで、まあ、最後にちょっとまとめをするということになります。 はい。ではですね、これ、主張水法、どういうものだったかってことをお伝えするんですけども、えっ、ー、と、これ今、入力として考えるものですね。これを考えていきます。でですね、えっ、ー、とですね、主張水法では、ずっとですね、B 流とポテンシャルを保持してます。だからまずはじめに。 B 流を見つけますで、ポテンシャルはあの不平路消去法の時にもちょっとやったんですけども、最大流問題を1回解くと見つかるというような形になってまして、まあ、なんか見つけたものを持ってきます。で、ポテンシャルは全部ゼロにすると、今この紫色のところ、これポテンシャルですと、今ゼロにしてます。で、何をするかっていうと、えっと、簡約費用最適性条件を満たすように、この B 流とポテンシャルを変更していきますということをすると。 でえっと、そのためにです、ね、補助ネットワークを作るんですけども、これは補助ネットワークにおいて、費用の部分がすでにもうあの、簡約費用、解約費用っていうのは、費用マイナス視点のポテンシャルプラス終点のポテンシャルという形で書かれるものでした。でそれで書いてますで。そうすると、えっと、簡約費用最適性条件が成り立っているとすると、この簡約費用がすべてゼロ以上でなくてはならないんですけども、ここに負のものがあるので、この状況では簡約費用最適性条件は満たされていないということになります。でやりたいこことはこの簡約費用が負であるような 個をなくししていいいきたたとととううここ考えるということでしたじゃあ、今、このです、ね、補助ネットワークの部分、簡約費用が書いてあるんですけども、その簡約費用が負の部分だけを取り出していきましょうと、で取り出してきましたと。で、このこう、まあ、なくしたいということを考えていくと。で、そのために2つの操作を行います。で、1つはですね、まあ、ある頂点を1つ固定して、そこから考えるということをするんですけども、あ今後、この固定した頂点のことを、ソースと呼ぶことにします。 これちょっと前回なかった名前なんですけども、ちょっと名前つ付けておいた方が後で都合がいいので、ちょっと名前つけます。ソースとします。今、まあ、V2 これソースとして選んだと。で、何するかっていうと、このソースとして選んだ頂点から出ていっている簡略費用が負の項をなくしたいと思って何か操作をしていくということをします。で、まずやるのはですね、この V2V2 流、今このソースとして固定した V2 ですね。その V2V2 流、だから V2 から出ていって V2 に入ってくるような流れで、V2 への流入量を最大にするものを見つけます。 これは実はです、ね、あの最大流問題として解くことができるんですけども、まあ、これ見つけるということにします。ただ、この場合はですね、えー、っとうまく流せなくって、あのどの子の上もゼロのものが最大流になります。流入度が最大の流,流になります。で、これ見つけたと。で、えーまあ、この,どこ,かのとこどこかの子の上にです、ね、1以上流れてたりすると、その流れ方をです、ね、この左側に持っていって、 竜の更新をするんですが、まあ、これは今の場合は竜の更新が行われないということになります。で次に行うのはですね、えっと、V2 から到達できる頂点のポテンシャルを変更するということをします。V2 から到達できる頂点の中で、まあ、V2 以外のものですね、まあ、ここら辺になりますけれども、これの頂点集合を今、W とします。この今あの、グレーになっている部分が W です。はいでえっと、この 今、この V0、V3、V4 っていう3つの頂点が選ばれてるんですけども、まあ、この頂点のポテンシャルを上げますということをします。で、今、これ、ポテンシャル、もともとこれゼロなんですけども、これをあの一律に大きくしていきます。で、どれだけ大きくするかっていうと、書いてかな、えっと、どこかの簡約費用があ負である場合に、その負の個と簡約費用、違うな、簡約費用が負の個の数が減る、あるいは簡約費用がゼロの個が増える。 までやりますでこの場合はですね、えっと、ポテンシャルを1にすると、この V0 から V1 に向かっている部分のこの、えっと、簡略費用が0になるので、その時点で止めるということをします。で簡約費用が0になった子もですね、この右上のこの図には書いていくことにします。ただ、それはあのなくしたい子ではないので、なくしたい子,ってなくしたい子ではないので、えっとえっと、破線で書くことにします。 はい、でこういう形で、今これが増えたので、ここでポテンシャルの上昇を止めるということにします。で、これができたら、また同じことを繰り返します。えっと、V2 から流して、V2 への最大え、流入量を最大にするものを見つけますが、この場合もまたゼロ全部ゼロになります。で、次にポテンシャルの変更をするために、V2 から到達できる頂点を見つけるんですけども、このときにこの破線も使いますということになると。で、V0、V1、V3、V4 のポテンシャルを先ほど言ったようなルールに従って上げていくと。で、上げていくと、今度はですね、えっと、ここの えっと、V5 から V4 に向かっていた子がもともと実践、えっと、簡約費用が負だったんですけども、この簡約費用がです、ね、ゼロになって、まあ、消えるとで、その時点で、えっと、つまり簡約費用が負の子の数が減るので、この時点でポテンシャルの上昇を止めるということになります。はい、でそうするとです、ね、この時にこの V5 から V4 に向かっていた簡約費用負の子が1つ消えたことになります。でまあ、こんな感じで消していくと。 だけども、今、目標にしていたのは、V2 から出ているこの V4 に向かっている子ですね、この簡約費用をゼロにしたかったので,で、これはまだ残ってるんですね。もともとこれ、簡約費用がマイナス2だったんですけれども、今あの、ポテンシャル上昇させていることによって、この簡約費用がマイナス2からマイナス1になりました。まあ、これ重要で、だからこ、ま、れ、あ、簡約費用、これ、上がってるわけです。マイナス2からマイナス1に上がって、これがゼロになると、これ消えるということになるので、まあ、そこまで頑張っていくということになります。 で、次ですね。またこれ繰り返すんですが、V2 から出発する流で V2 への流入量を動かさするものを見つけます。で、この場合は見つかります。見つかるってうと、生の正の,もの,も,のものが見つかります。今、この V2 から V4、V5 を通っていくような、えっと、流があって、これはその容量に従って流すんですけども、まあ、流してるだけ流すと。 ということにすると、1だけ流せるということになります。で流,せ流せたので,で、この子はですもともと補助ネットワークの子でしたから、ちゃんとそれはですね元のこのネットワークにおいて、この、えっと、流れ方を加えると、もともと流れていたところにもっと流れたり、もともと流れていたところをなくしたりするということができるわけです。でそれを行いますと。で行うと、またさ、行ったのはこれですね。行ったのはこれです。すみません。もうすでに行っていましたね。もともとがこれです。もともとはここだから1。一 えっと、V4 から V2 に流れていたんですけども、えっと、V2 から V4 にち流すことにすると、それがなくなってゼロになるということになります。でそうすると、んか流し終わった状況なんですけども、これによって、えっと、補助ネットワークが変わります。で、変わると、まあ、こんな形になると。で、こんな形になって、えっと、V2 から V4 にあった顧客費用が、負の子がなくなったということになります。 おめでとうございますと。とこれでその V2 を支点とする簡約費用負の子がなくなったので V2 をソースとする話はこれで終了になります。ただまだですね、関約費用が負の子っていうのがつ、えー、と4つですね、残ってるんですね。だからその簡約費用が負の子の支点を1つ選んでソースにします。で例えば V4 を選びます。 でで先ほどと同じことを続けていくんですけれども、まずはこの V4、V4 流で、V4 の流入量が最大になるものを見つけますが、この時に、V4 を支点とする子で、この破線のものは使わないってことにします。ちょこれは、全このバッテンなかったんですけども、ちょっと付け加えました。えー、とこれは使わないと、まあ、これを使ってもです、ね、いいことないんで、いいことないって言い方変なんですけども、その解約費用が負の子のをなくすってことに使えないんで、これ使わないってことにします。 で、この場合は、あ、ここ書かれてないけど、ここも0ですね。すみません。ここも0なんですけども、流れてる量。まあ、0しか流せなくて、まあ、この部分はおしまいと。で、次は、じゃあ、ポテンシャルの変更をするために探索しましょうと。えっと、V4 を視点として、えっと、V4 から到達で,できるところを見つけます。この場合も、この V4 から V5 に向かっている波線は使わないということにしていますで。そうすると、この V0、V3、V1、この部分が見つかりまして、ポテンシャル上げます。で、上げるんだけども、上げる、あの、ルールは一律に上げると。 で、簡約費用が負の子が減るか、ゼロの子が増えるか、どちらかが起きるまで上げます。で、この場合は、ここにですね、簡約費用が、ゼロの子が増えて、ここもですね、簡約費用が負だったところがゼロになると。おめでとうございますということですね。で、これでもともと V4 を支点とする簡約費用が負だった子が2つだったんですけども、1つに減りましたということになります。で、こんな感じでどんどん減らしていくんですね。で、まだ V4 を支点とする簡約費用が負の子ありますから、 えっと、またその V4 から探索していくと。あ、探索、えっと、まず流そうとする。で、この場合は流せませんということになります。で、また、ポテンシャルの変更をします。で、ここ、今度はここは選ばれると。ここはいけない。分散はいけない。で、この今、V0、V1、V2 のポテンシャルを上げるんですけども、上げると、ここですね、ここら辺減りましたと。減ったというのは、その、簡略費用が、負の子が減ることになりまして、これで V4 を支点とする簡略費用が、負の子がなくなりましたと。 ということになりますで、まあ、これ、続けていくわけです。で続けていって、ちょっとあの省略しますが、続けていって、簡約費用が負の子がなくなるまで続けると。感じですねでそうすると、なんか竜が、B 流得られていて、簡約費用最適性条件を満たす、すべての簡約費用が0以上になっているということになるので、簡約費用最適性条件を満たされますということになって、今得られている B 流が最小費用 B 流ですという結論が得られて、これを出力すればよろしいというのが、出走追放でしたということです。 まあこんな感じだったということになります。一応言葉で書いたのはこれで、まあ、これもです、ね、見ても分かんないんですけども、まあ、例で理解していただければよろしいということだったわけですね。はい、で、まあ、これはまず、まずですね、言っておくことが大事なのは、えー、と正しいということです。これ止まるときには必ず出力として出てくるこの F というのが最小費用 B 流になっています。なんでかというと、この反復は、解約費用が負の子がある限り続けているので、止まったときには解約費用が負の子がない。 つまり、どの子の簡約費用もゼロ以上、これちゃんと書いてますねこの子っていうのはその補助ネットワークの子なんですけれども、どの補助ネットワークの子、この補助ネットワークのどの子の簡約費用もゼロ以上であるということが、この反復が終了するときに満たされているので、今ある B 流は最小費用 B 流ですということが言えるということになります。はいでそれがまあ一応、これは前回言ってなかったんですけども、一応言っておくと、首相追放が停止するときには、その出力は最小費用 B 流ですということになります。 ので、じゃあとはこの停止するまでにどれぐらいこのポテンシャルの変更とか、最大、えーとまあ、最大流計算を行うことになるのかってことを考えたいということになります。はい、でそれがまあ今日の話の始めで、計算量の話をしていくということになります。はい、でやってる,すみませんやってるはその、えーと なんか最大限の計算を行うのと、ポテンシャルの変更を行うっていう、その2つだけなんですけども、まあ、それをどれぐらい行うのかってことを考えます。でそのために、それが行われることによって、何が起こるのかってことをまず考えます。じゃまずポテンシャルの変更の方を考えるんですけども、今ですね、この、えっと、補助ネットワークの個 UV っていうのがあって、この UV っていう個の,の簡略費用がゼロ以上だとします。で先ほどあったポテンシャルの変更を行った後に、この個が、まあ、なくなる可能性もあるんだけども、あるとします。 でそのときには、あ、亡くな可能性あるのかな今、なくなる可能性あるとか言ったのはちょっと置いといて、まあ、あるとします。で、あるとすると、この子の簡約費用は、ポテンシャル変更後も0以上のままです。だから、0以上であるという条件は満たされ続けます。なぜかという証明の基分をここに書きます。<laughs> 今、この左側に書かれている、この黄色いのは、これ、これ、ソースです。で、まあ、ソースから探索していって、この W っていう、あのその、たどり着ける、 頂点を全てこう見つけるってことをしたわけです。で、そうするとこの W っていうのはこのたどり着ける頂点なのすての集合なので、えっとこのえっと簡約費用が0以下の子でこの W から出ていくものっていうのは存在しません。それがあるとするともっとこの W 大きくなっている必要があるのでそういうのはないと。だからこの W に関わっている部分に関わっている W の周りの子はえっと簡約費用が 不の子があるとしても、それは入っていくものだけです。出ていくものはない。で、解約費用がゼロのものも入っていくものしかないと。出ていくものはない。で、解約費用が正のものは、本来ここに書いちゃいけないんだけども、書いてしまっていて、こ,このネットワークにないからな。まあ、書いてしまっていて、それは、ま、この W に、えっと、補助ネットワークにおいてですね、補助ネットワークにおいて入っていくものもあれば、出ていくものもあるという形になっていますと。この図は本来あんまり良くなくって、この図は、 この図を書いてるようで、実はここの図を書いてるんですよね。だからあんまりよろしくないんですけども、書き方が。だからちょっと書き方がよろしくなくって、今、ここの状況は、補助ネットワークの状況を書いてると思ってくださいということになります。で、今は、だからこの、こ,こに簡約費用と書いてあるのは、このポテンシャル変更前の簡約費用がどうなっているのかということを書いてるとします。で、ポテンシャルの変更をどういうふうにするんだったかっていうと、W の中のポテンシャルを上げるってことをしたわけです。で、ポテンシャルを上げると、 それが終点ならば、解約費用は大きくなります。それが支点ならば、解約費用は小さくなります。だから、ポテンシャルを変更した後どうなるかっていうと、解約費用は、これ、その W を終点として持つような個の簡約費用は上がります。で、W じゃなくて、そうね W を支点として持つ個の解約費用は下がるということになるわけです。でそうすると、もともと約費用が0以上であるところっていうのが、ここら辺にあるわけです。 そうすると、えっと、ここのボタンです場合ですね、解約費用を上げる場合には、もともとこのゼロだったり、えっと正なので、その解約費用を大きくしてもゼロ以上であるという性質は保たれ続けます。で一方で、この、えっと、子,が子のです、ね、視点が、えっと、なんだっけ、W に入っている,る子で、解約費用がロのものもあるわけです。で、これの場合は、解約費用が下がります。下下がる下がるると約費用ので 正だったものがゼロに近づいてきます。だけども、このポテンシャルを変更するルールはゼロになったら止めると言っていたわけです。だから、この簡約費用がゼロなえっ、ー、と不利になることはありません。だから、もともと簡約費用が正だったら、ポテンシャル変更後も正、えー、とゼロ以上であるという性質、もともとゼロ以上の簡約費用を持っていたら、ポテンシャル変更後も簡約費用はゼロ以上であるという性質が保たれるということになります。いいですか。だから、これは保たれると。 だから、いいですね。そういうことになりますで、これはまず重要。だから、なんだろう、すべてのこの簡約費用をゼロ以上にしたいと言ってるんだけども、一旦ゼロ以上になったら、それはもうゼロ以上であり続けます。で、これは嬉しいわけです。じゃあ、簡約費用が負のところはどうなってるのかっていうと、ここら辺ですね。それも、この、えっ、ー、と、これ、勧約費用、これ上がりますから、えっ、ー、と、勧約費用をどん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 上げていくと、負だったものは必ずゼロにいつかなるわけです。 本当かなちょっと半分数なんですけども、まあ、ゼロに近づいていきます。で、そうすると、先ほど、ですねこのソースから出ている子があって、これは、簡略費用が負の子だったんですね、必ず。で、ここで、その簡略費用がゼロのものを使わないといったのはポイントになっていて、必ず、この負のところで、初めの第一歩、とあの始まるということになってますから、ここの初めのこの子ですね、この簡略費用もどん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 これ、上がっていくわけです。 でどん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 上がっていくと、まあ、上がり続ければ、いつかはゼロになります、解約費用がで。そうすると、この実践が破線になって、解、え、約、ー、費用負の子が一つ減るということになるわけです。ってことが起こるまで、まあ、ポテンシャルを上げたいという気持ちでやってるわけですね。で、このソースから出ている解約費用が負の子が減る理由は、このように、えーと、ポテンシャルがゼロになるパターンもありえますし、もう一つのパターンもありえます。 でどういうパターンかっていうとあいや、今言ったことをもうちょっと繰り返しますね。えっと解約費用が負の子があったら、それは、えっと、ポテンシャル変更後には、その解約費用が必ず増加して、このポテンシャルの増加がずっと続けば、その解約費用はいつかゼロになります。でまあ、続かない場合もあって、なんでかっていうと、それは流の更新っていうのを行う場合があるからです。で、竜の更新ってなんなかったかっていうと、まあ、これ、ソースがあると。で、ソースがあって、この流入量を最大にするように、なんか、竜見つけましょうとかっていうことをやっていたわけです。 でこの時に使われている項は、全部この実践であるような、この、えー、と簡略費用が負であるような項であるか、ちょっとこれ、破線を書いてるんですけどこれ見えないですよね、破線なんですけども、簡略費用がゼロの項であるかまあどちらかです。で、まあ、容量いっぱい流すことをするわけです。で、容量いっぱい流すので、何が起こるかっていうと、流した後には、その容量いっぱい流れている項が消えます。消えます、えーと。補助ネットワークから。 そうすると、これ消えるんだけども、消えた,消えたと同時に、えっと、逆向きのです、ね、子が本来は、えっと、補助ネットワークに現れるはずなんです。じゃあその、じゃあ逆向きの子の解約費用は何でしょうということを考えてみたい。でそうすると、今、例えばです、ね、こ U から V に向かっている子がこの、えっと、今考えているネットワークにあって、この子の解約費用がだったとしましょうと。こんな形になっているとする。 でそうすると、もしこの U から V に向かっている子が補助ネットワークにおいて消えて、逆向きのこの V から U に向かっている子が現れたとしましょうと。でそうすると、これ何が起こるかっていうと、この V から U に向かっている子の簡略費用は何なのかと,とこれ考えるわけです。でそうすると、えっと、これはも、えっと、補助ネットワークにおける費用は、U から V に向かっている子の費用が CUV だとすると、この逆向きの子が補助ネットワークにあるとすると、その補助ネットワークにおける普通の費用はマイナス CUV になります。 逆向きのこの普通の費用なので、CUV の符号を変えたものになります。でそうすると、今、これ、あるとするこの補助ネットワークの子は、V から U に向かっているので、この青い子の簡約費用は、マイナス CUV、マイナス視点のポテンシャル V を引いたもの、UV を引いたもの、プラス終点のポテンシャル PU を足したものになります。で、これ、G と見てみると、これは左側に書いてあるこるこの式、これは U から V に向かっているこの簡約費用なんですけれども、これの左辺、 にに1をかけたものなそうすると、もともとこの簡約費用は負であるというふうに仮定していたので、この仰向きの子の簡約費用は正であるということが分かります。つまり、この竜の公式を行った後に、簡約費用が負であった子が消えたとすると、その子の逆向きのものは、この今考えているネットワークには出てきません。あこれもしこれゼロだったらゼロなんですけども。 つまりこれによって、この操作の、この竜の更新によって、簡略費用が負である子が増えることはありません。で、負の子は消えることはありますけども、増えることはないので、これによって、えっと、何が起こるかっていうと、だから、簡略費用が負の子は増えないですね。だから、ポテンシャルの更新、流の更新によって、簡略費用の負の子は増えることはないけども、減ることはある。で、減るのは、ポテンシャルの更新をずっと行っていけば必ず減る。 し、竜、まあの更新によっても減ることがあるということになります。ので、まあ、最悪ですね、この竜、まあの更新が行われなくても、ポテンシャルの更新をずっと行っていくと、まな、あ、んだろうな、費用分ぐらい、費用の2倍ぐらい、費用分ぐらいかな、費用分ぐらい、このポテンシャル更新すると、必ず、この簡約費用が負の子が1つは減るということが言えることになります。ということをまとめると、ちょっと雰囲気、 お気持ちの話ばっかりでちょっと恐縮ですけども、たかだか C 回。C っていうのは費用の最大値です。ただからあの、初め、その勧約費用が負のところがあったとしても、その負の値っていうのは、その子の費用にマイナスをつけたものぐらいにしか小さくならないわけです。初期,初期化の段階では。で、そこからどん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 この勧誘、えっと、費用が上がっていくんですけども、投、まあ、申をすると、まあ、どこかの 総数、ね、を支点とする簡約費用負の子がすべてなくなるということになります。です、ね、総数、まあの数は N, N なので、まあ、N×C 回ぐらいあの反復を繰り返すと、すべての、えっと、簡約費用負の子がなくなるということになります。ですからね、だから反復回数が NC で上から抑えられる、N はこれ頂点数ですということになるということになります。 1>, でまあ、1反復あたり、そ,の,その,あの,流の更新には最大流計算を行う必要があって、まあ、ポテンシャルの更新の方は探索するだけなので、まあ、辺の数に比例するぐらいの時間でできますということになります。で、まあ、この最大流計算の方が、この探索に比べて圧倒的に難しいので、まあえー、と計算量としては、えー、と1回の反復に最大流計算を行って、その、えー、と反復の回数が NC 回で上から抑えられるという形になると。 NC× 最大流問題の計算量という形で、費用が整数の場合は得られると、計算量があるということになります。この、あ費用が整数であるとどこで使っているかというと、そのポテンシャルの上昇量が高、えー、と必ず1はあるということを言うために使っています。でまあ、こんな感じになるということになります。でこれでまあギター公式時間の計算量が得られるということにはなるんですけれども、 まあよろしいでしょうかとう、まあ、お気持ちだけでちょっと話をしていて、あんまりよろしくないんですけれども、まあ、細かいところはあんまり言ってなくて、まあ、重要なのは、ポテンシャルを変更しても、簡約費用が負の子は増えない。し、流の更新をしても、簡約費用負の子は増えない。で、簡約費用負のところは、ポテンシャル更新すると、えー、と簡約費用上がっていくので、必ずいつかゼロになるということは、ちょっとあの感じておいてくださいということになります。よろしいでしょうか。はい で、まあ、これで一応、ギター公式時間の計算を得られましたということになります。ちょっと急ぎすぎかな。まあ、そんな感じですね。で、えっ、ー、と、今の計算量は、この C というものがそのまま出ているので、これ、これ、これ、費用なわけですね。で、この費用に対してスケーリングを行うということになります。で、ちょっとさっき、ちょっとちゃんと言ってなかったら、ここでもう一度言っとくんですけども、その、初期化を行った後のその勘約費用は、 例えば、も元々の、えっともとのネットワークにおいて、これが CA っていうなんか費用を持っていたとすると、その、えっと、なんか、えっと、最悪の場合というか、その、えっと、簡約費用が不利になっている場合はあるんだけども、それどういうふうになっ,たなっているかっていうと、えっと、なんだっけ、補助ネットワークにおいて逆向きの子があって、その逆向きの子の、えっと、よえっと、費用がマイナス CA になっているというようなことがあるわけです。で、マイナス CA っていうのは、まあ、 マイナス C 以上という形になっているので、だからマイナス C をゼロに上げるためには、たかだか C 回、このポテンシャルの上昇を行うことになりますよということを言っているわけです。で、このマイナス CA とかこのマイナス C というのは、これが大きい可能性があるわけですね。だから、ここら辺をスケーリングし,してあげると、まあ、この上昇量を小さく抑えられるかもしれなくって、効率化できるかもしれないというふうに思うという気持ちで、スケーリングを行ってきます。費用をスケーリングしますということを次にやるということになります。はい。 では、ではそのじゃあ、小方水法に対する費用スケーリング法っていうのがどのように行えるのかっていうことを今からやっていこうと思います。はい、で、これですね、ここからの目標は小方水法の計算量を改善するために費用に対してスケーリングを適用するということです。はい。で、まあ、ちょっとお気持ちの話が続くんですけども、まあ、ずっとお気持ちしか話してないかもしれませんが、えっと、お気持ちでまずは例からやっていきます。で、まあ、こういうネットワークを考えると。 で今言った通りに、これ、あの費用をスケーリングしますので、この今、このスケールというか、この収束線ですね。収束線には費用として現れうる数値が並んでます現れる。現れている数値が書いてます。まあ、1か2か3ということですね。はい。で、スケーリングしますと。で、まあ、そのスケーリングはその段階的に、このメモリを荒、えっと、いところから細かいところに変えていくっていうふうに言ってるんですけども、これ、1、2、3しかなくって、スケーリング1回しか行わないんですが、まあ、それを置いといて、まあ、とりあえずスケーリングしますと。 で、はじめ、こういうふうにすると。えー、っと、0か1という費用を持っているものは0に。2か3という費用を持っているものは1にスケーリングしましょうと。で、そうすると、右のようなネットワークが得られます。今これスケールしました。で、そうすると、これ、すべての費用は0か1になってこれ、ポイントですよ。これ、0か1になっています。というとポイントですね。で、この今得られている、このスケールダウンされたネットワークです。だから、これ今、費用しか変えてませんから、この流入じゃなくて、えっと、供給とか需要、これ変わってませんし、 えっと、なんだっけ容量、これも変わってないということになります。費用だけ変わったと。で、これに対して、先ほどの処方追放を適用しましょうということをやります。で、まずはその処方追放を適用するためには、まずあの初期化すると。えっと、B ルを1つ求めることと、ポテンシャルをゼロに初期化するということをします。で、これをしたら、何だっけえっと、簡約費用が負の子があるかないかということをこれ見るわけです。で、見ると、先ほどのように、この補助ネットワークを作って、簡約費用を書いてみると、まあ、 負のところこれたくさんあるわけですね費用のところでこころでポイントとなるのは今この費用の最大値これ1ですから解約費用これ負になったとしてもマイナス1なんです先ほどはすごく大きなマイナスの値変な言い方ですねえっと絶対値がすごく大きい負の値が解約費用として出,て出てくる可能性があったんですけどもこれスケーリングすると負として負の値として出てくる解約費用が小さくてもマイナス1ですでこれが重要です で今、ここの右側にある状況、まあ、これをは、ま、じ、あ、めとして、先ほど言っていたような形で、相追放をまあ適用していくという形になります。でここでは、ちょっとこれ、費用付けにここなんか12ページもあるんですけども、これ、いちいちこれやってるんですけども、ちょっといちいちやらずに、えっと、結果だけ言いますと。でこ,の段この状況において、相、えっと、追放を適用すると、まあ、そのいろんな更新が起こって、この形で最終的にすべての、この、えっと これですべ、ね、てのこの鍵開費用が0以上になって止まるという形になります。で、その状況ではこの左の上の状況のものが得られているという形になります。で、この状況のなんか B 流とポテンシャルがなんか得られているという形になっている。で、これでこの段階、このスケーリングの反復は終わりになります。で、次にそのメモリを変えるってことをします。で、こんな感じですね。今 はこの段階だったんですそれをもっと細かくして、まあ、これ細かくすると元の費用がそのまま出てくるんですけども、元の費用がそのまま出てきている状況を作りますと。で、この状況に今、第1段階で得られていた B 流とポテンシャルを移すんですけども、ここでポイントがあって、B 流はそのまま,そのま,ま B 流のままこっちに持ってきます。で、ポテンシャルを2倍してます。えっと、ヨーロスケーリング法の場合、まあ、前回間違ってましたけども、ヨーロスケーリング法の場合は、ポテンシャルはそのまま。 えっと、流れのようなものを2倍するってことをしてたんだけども、この今、費用スキーリング法、小水法を使っている場合には、流れの方はこはそのまま、で、ポテンシャルを2倍しています。この V0 のポテンシャル、もともとになったんですけども、それを4にしているというふうにします。これがポイントで、まあ、こうすることによって、まあ、簡約費用最適性条件が成り立ちやすくなるようにしてほしいということになるということになります。まあ、これ、あと後でちょっとその気持ち見てみます。で、これで、 まあこの今、この状況において B 流得られてます。で、ポテンシャルも得られてるので、これを初期値として、手相追放を動かしていくということをするということをします。じゃ今ですね、この右上の状況で、補助ネットワークどうなってるかというところで見るとこんな感じになってます。こんな感じになってます。でそうすると、ところどころ、費用は負のところあるわけですね。で、これ、後で説明するんですけども、この場合、このスケーリングを進めたときの、この初めの状況、ここにおいても、この管理費用が負であっても、これは、 小さくてもマイナス1になりますこれ計算すると分かるんですけども、これ後でやりますが。っていうことで、その簡約費用が負であっても、負であったとしても、マイナス1よりも小さくならないということが重要な普遍条件になります。で、この状況で、また簡約費用が0以,以下のところだけ持ってきて、先ほどと同じように思想追放を動かしていくということをします。で、まあ、動かしていくと、まあ、進んでいくんですけども、最終的に、 すべての子の、えー、と解約費用が0以上になるという状況が訪れて、それでおしまいになる。メモリが細かい場合をやっていたので、これで、えー、と費用スケーリング法のアルゴリズムは停止して、今得られている理由が最小費用 B 流として出力されるということになります。で、気分はまあこんな感じですね。えっ、ー、と。 初期化として、まず B 流とポテンシャル P をロとするというのは同じで、えっと、スケーリング法でよく使っていたこの LargeK というのはこの場合はこの費用をスケーリングするので、そのまあ費用に対してこの費用の最大値が C だったんですけども、えっと、ログ C を使ってこのように設定すると。はい、で、えっと、反復はこのスモール K というのを1から LargeK まで動かすんですけども、初期流は前の段階に得られていた B 流と前の段階のポテンシャルを2倍したものを使って、 で費用は先ほど同じようにこうスケーリングをすると。でそれで思想追放を実行していくということをします。で、最終的に得られたこの FLargeK というものを出力すればよろしいということになります。でそうすると、この LargeK ですね、この SmallK が LargeK のときには、ここの部分っていうのが CA に一致しますから、で、動かしているものが思想追放ですから、まあ、最終的には必ず新しい えっと、最小費用 BD が得られるということになります。止まればですね。止まれば最小費用ビ b ルが得られるということになります。はい。だから正当性が。あ、なか書いてなかった。だから、そのいう意味で正当性は、まあ、担保されるということになります。で、あとはですね、先ほど言った通り、こら辺の反復がですね、の中でどのようなあの性質が保たれるのかということを考えることになりますけども、じゃあ、それは休憩の後にしたいと思いますので、じゃあ、3分休憩をしたいと思います。待ってくださいね。えっと、3分休憩する方法が。 これですね。はい。じゃあ3分休憩してちょっとじゃあ1分ぐらいちょっとあの教室の方は換気をお願いします。 あじゃあ教室の方は会見あ,あ,ありがとうございました。 うん、はいでは、えっと、再開したいんですけども、えっと、ペンがどこにいったか分かったって、はい。すいません。はい、では、再開していきます。えっと、今、このスケーリング法、アヒオスケーリング法が、まあ、あの止まる場合には正しく出力をするということをちょっとょ説明したんですけどもじゃあ、あとこの反復回数ですね、どれぐらい行うのかと。まあ、これ、中で処方追法を実行するわけなんですが、ちょっとなんかだんだん不安いろんなことが不安になってきたな。いろんなことが不安になるけども、もちょっと。でまあ すぐ間違えるんで、いろんなこと不安になるんですけども、まあ、まずやっていくと。で、まあ、この初期ポテンシャルはこのなんか前、この前の反復で得られたものを、この中2倍するんですよね。で、それは、ま、どういうことかっていうと、まあ、こういう、ちょっとその、えっ、ー、と、大 i 反復終了時に、なんかその、えっ、ー、と、b 流 fi っていうものと、ポテンシャル p, pi。しまったのこれ pi って書くべきだったな。しまったな。しまったな。まあ、いいや。えっ、ー、と、pi を今これ p と書いてます。えっ、ー、と、 なんか、えっと、大 K 暗、えっと、大 I 反復が終わったときに、FI っていう B 流と P というポテンシャルが得られていると思ってください。で、そのときに、えっと、これ、主張追放、これ停止してますから、えっと、すべての子ですね、えっと、補助ネットワークの子において、えっと、簡約費用最適性条件の不等式が満されているわけです。つまり、UV という子があったら、この UV という子の簡約費用、じゃなくて、えっと、その、えっと、補助ネットワークの費用、これは CIFI です。ちょっと。 文字がよく,よくないんですけども、CIFI ですと、この形になっています、はい。で、えー、っと、で、それマイナス支点のポテンシャル PU プラス終点のポテンシャル PV とで、これがゼロ以上になっているっていうのがこの、この反復終了の時点では成り立っています。で、そこから、えー、っと、次の反復、大 i プラス1の反復のときの、えー、っと、が始まるとき、どうなってるかっていうと、えー、っと、竜は変わりません、FI のままです。 で、ポテンシャルが2倍に変更されるというふうに言っていたわけです。だから、粒は変わらないので、この、えっと、補助ネットワークも、補助ネットワークも変わりません。理由も変わらないし、容量も変わらないので、補助ネットワークは変わりません。で、その、じゃあ UV ってこの、簡約費用は何でしょうと、ことを見るわけです。で、えっと、まあ、費用はこのスケーリングによって変わりますので、こ今これ CI プラス、ちょっといいこ,れこれ書いてます。で、えっと、えっと、これ、で、えっと、PU っていうポテンシャルは、 えっと、反復が進んだら、2倍に変わるんだとマイナス PU としたんだと。で、PV も反復進んだ後は 2PV に変わったという形になります。で、今書いてるこれが、その UV という子の、えっと、解約費用なんですけども、でこれはどう変わるかということを考えると。で、今ですね、この CI プラス1、これはあのあれですね、CI プラス 1UV、ね、A で書こうかな。A とか消したいんですけども。消したい。A というこの,その i プラス1反復における、えっと、費用は何だったかというと、CA を2の k マイナス i プラス1乗で割って、小数で以かに切り捨てたものというふうに書いていたわけです。で、こういう形になっているので、これ CI と CI プラス1を比べると、ここに書いてあるような、まあ、あの不等式が成り立つわけです。これはあの容量スケーリング法のときにもこういう、最大流問題のときの容量スケーリング法のときにまあこういうような不等式が出てきたと思います。で、これを思うと。で、今、これは、えっとまあ、これあの CI プラス1っていうのそのあの元の、えっと、部分ですね、こういう形の費用なんですけども、それがです、ねえっと、補助ネットワークに行くと、この負というものが出てくる可能性があります。 で今、上の不等式が成り立ってますから、マイナス CI プラス1に対してはどういう不等式が成り立つかというと、上からマイナス 2CI、下からマイナス 2CI、マイナス1で抑えられるというのは不等式が出てくるわけです。でそうするとですねこの、えーと、これですね、これ何だとかというと,、えー、と、補助ネットワークにおける費用というのはなんか、補助ネットワークにおける費用、このこの負のことになりうるんですけれども、えーと、小さくてもその前の段階の 解約費用の、解約費用じゃない、えっと、補助ネットワークの費用の2倍マイナス1で、下から抑えられるということになります。だから今これ書いてるのは、ここの部分ですね。書けてない。このえっと補助ネットワークの費用は、2倍の前の段階の補助ネットワークの費用マイナス1以上であるということが言えるわけです。正の場合はこっち、負の場合はこっちなんで、マイナス1すればどちらでも成り立つということになるわけです。 で、後ろの部分、これお同じです。後ろの部分同じ。ですね。で、今、この2倍がついてるところを,をまとめたのが下のもので、これは、ちょっと待って、書いちゃった。書きたくなかったんですけどね。これは、不等を書いてますけども、これは、書きたかったに、これはイコールです。すみません。上の式の2倍の部分だけを前にまとめて、マイナス1を後ろに持ってきたものになってます。で、そうすると、この前のこの、まあこの書き括弧ですね。 これ書いたもののこの中身、この中身は上の不等式そのものなわけです。不等式の左辺そのものなわけです。だから、ここの部分は0以上です。ということなので、これ全体としてマイナス1以上だということが言えるということになります。いいですかつまり、えっと、大 i 反復終わったときに、簡約費用最適正条件が成り立っているので、大愛プラス1反復が始まったときには、簡約費用は小さくてもマイナス1です。 だから、負の値を取り得るんだけども、で、負のものを正にしたいんだけども、その負の値として取り得るものは、小さくてもマイナス1です。まあ、例えば、もともとの手相追放の場合は、えっと、簡約費用じゃなくて、えっと、補助ネットワークの、えっと、費用を考えると、もともとの問題になんか費用100とかっていうものがあったら、えっと、補助ネットワークにマイナス100とかっていう費用が出てくる可能性があったわけです。だけども、この費用スケーリング法を行うと、各反復の開始時には、どの、この、 解約費用も小さかったとしても、それはマイナス1です。で、整数しか今考えてませんから取り値は、だから取り得る負の値はマイナス1しかないということになります。で、マイナス1から1上げれば、もうす,すでにゼロになって、われわれがあの要求していた解約費用が負であるという状況がなくなるということになるわけです。というお気持ちで、何が言えるかというと、つまり、副反復においてはですね、 そのえっと、ある頂点をソースにして、その,そのソースを視点とする簡約費用が負の子を消すということをやってるんだけども、その負の子の簡約費用は、どれもマイナス1なわけです。だから、1回ポテンシャルを変更したら、すぐになくなります、その子は。なんということでしょうとね。<laughs> まあ、その流の変更によって、何か起こるかもしれませんけども、まあまあ、その流の変更によって消えるか、 その簡約費用のじゃなくてポテンシャルの変更によって消える。まあ、いずれにしてもその、そのポテンシャルを1回変化させたら消えるので、その各頂点はソースに選ばれたとしても、たかだか N 回、まあ、それに否定するぐらいのポテンシャル変化を行うことによって、すべての簡約費用負の子が消えるということになります。いいですかね。だから、えっと、各反復 手相追放の中で行うその最大流問題の計算回数とか探索回数っていうのがオーダー N で抑えられるということになりますで。ここは間違ってるんだな、そうするとすみません。そうすると,、えっと、各反復において、えっと、オーダー N 回の最大流問題の計算を行う可能性があります。でそれだけ行うと,、えっとそのえっと、スケーリングの一反復が終わる。 ってことこになります大丈夫かななんかここはなんか正しくない気がして。じゃあ、そのスケーリングが何かあるかっていうと、えっと、ラージ形解。ラージ形解の反復があって、形っていうのはログ C ぐらいでしたから、そこはこのログ C に出てくるということになります。で、まあ、費用スケーリング法の計算量は、その、 n× かけるログ C× かける最大量問題の計算量というぐらいになると。でまあ、最大量問題の計算量はそのアルゴリズムに依存しますけれども、まあ、こんな形になって、ログ C というのが出てきているので、これは弱多公式時間のアルゴリズムということになるわけです。まあこれまあ、で、また重要な過程は、これ、費用が整数の場合ですね。費用が整数の場合にこれができるということになります。まあ、ちょっとお気持ちの話だけになってしまったかもしれませんけども、まあ、重要なのはちょい、一応言っとくと、まあ、ここはやったつもりで、各反復、開始時には小さくても 解約費,、ね、費用は小さくてもマイナス1にしかならないということが重要な性質でありますということでした。はい、でこれで一応、費用スケーリング法の話はおしまいになります。はい、で全体のまとめになるんですけども、まあ、一応、全体のまとめま,まずはしますね。ちょっと時間があまり過ぎて,ていけないと思うので、それはあとで考えて、まず全体のまとめします。 えっと、全体といっても、この後半のまとめなんですけども、これ最小費用流問題の話をずっとしてまして、初めにですね、この線形計画法の視点から最適性条件というのを導くって話をしました。ただ、その線形性計画法でまず最小費用流問題を書いて、そこからですね、この簡略費用最適性条件というのが、いわゆるですね、相対、相補性定理から出てくるんだってことをやったと。で、まあ、それ、 から、またこの不平炉最適性条件とか、生活と最適性条件っていう、別の形をした最適性条件が出てきていて、まあ、不平炉最適性条件を見ると、不平炉消去法っていうのがまあ直ちに得られるかなっていう気もして、生活と最適性条件から生活と消去法っていうのは、これ直ちにできるかなっていうまあ気持ちもしたということをしま、やりました。で、解約費用最適性条件を使うようなアルゴリズムとして、えっと、蓄字最短路法とか、手相法っていうのをまあご紹介したということになっています。 で、まあ、下に重要な視点2つ書いてまして、まずこの数学原理からアルゴリズムが導出されると、まあ、今回の場合は線形計画法なんですけども、そのアルゴリズムっていうのは、なんかやみくもに作るわけじゃなくって、なんかあるのが数学原理があって、それをもとにして、まあ、この最初の漂流問題の場合は、この最適性条件っていうのがあって、まあ、それを満たすようにうまく、 いろんなものを蓄積的に変更していくんだということをすることによって、アルゴリズムというのはまあこうしたら自然に導出されるんだなという、まあ、気持ちになるというのはまず重要かなということがあるというのは1つと。で、もう1個ですね、この数学原理の使い方には多様性があるということですね。この最小費用流問題の場合には、この3つ最適性条件をご紹介したんですけども、まあ、これらは本質的には全部、もともとこの線形計画法の総合性定理だったわけです。まあ、そういう意味では、総合性定理をただ使っているだけですよというふうに見ることもできるんだけども、それをですね、違う見方で、 えっと最適性条件を書くことによって出てくるアルゴリズムがまあこれ変わってくるっていうまあそういう視点もあるというわけです。で、アルゴリズムっていうのは書けば動くんですけども、その計算量っていうのはその細かいところの実装であったりとか、いろんなところの性質によって変わってくるので、こういうふうな,そのなんか多様な使い方があることによって、多様なアルゴリズムが生まれていって、それによって、場合によって、どのアルゴリズムを採用するといいのかってことが場合によって、2回言いましたね、<laughs> 場合によって変わってきます。で、そのどういう場合なのかってことは、皆さんが手持ちの問題の 皆さんが手に持っている問題の性質に依存するので、まあ、それは私が言うことではないんですけども、まあ、そういうそのいろんな多様な考え方があるので、それを活かしていって、いろんなところで使えるといいかなというふうに思っているということになります。で、まあ、そのような例として、今回は最小批評流問題を取り上げてやっていたんですけども、まあ、こういうような視点というのは他の問題にもあったりしますし、皆さんが取り組んでいるような問題でも、こういう視点が使えることがあるかもしれませんので、まあ、参考になったらいいなというふうに思っているという形で、まあ、講義としてはここで終わりになります。